なんか左右差が結構。若干痛いです。でもそんな気にならないです。そんな気にならないぐらいですか？はい。はい。あ、ちょっと足がね、開いちゃうんですよね。開いちゃうってことは結構外に外旋しちゃってるっていうことで、はい、股関節に癖がついてるっていうことなんですよ、はい、で反対の方にちょっとストレッチで持っていく、きついですか？大丈夫です。ちょっときついですけど。はい、もうきつすぎない範囲。で足先が今こっち向いちゃってるんですけど、体がこっちに向ける。はい。で、こういう感じでちょっとキープします。苦しいですか？若干ね。そうですね。はいはいはい。はい、やらないじゃないですか、こういうの。やる体勢がすごく限られているから。ああ、なるほど。はい、やらないところがとことん硬くなってるんですよ、この他の奥の筋肉とか。こっちも腰痛に関係しているので。大丈夫ですか？息吐いて、息吐いてください。はい、怒ってると痛いですけど。痛い。息吐いてください。はい、はもじもじしますよね。わかる。足指の位置動いてる。痛いですね。でもこれはやっぱり腰が良くないからというか、こっち側が関係してるんですよ。あ、そうなんですよ。腰痛には腰を揉めばいいみたいな感じじゃないんですね。ないですね。お腹が出っ張ってるじゃないですか。はい。それを続けてるから腰が痛いっていうのもあるので、はいはい、お腹をちょっと柔らかくしてあげないといけないんですよ。これ張ってるじゃないですか。硬くて痛い。どっちかの方が痛い。だいたいなんか偏りができてるからなんですよ。どうです？多少は痛いです。右の方が痛かったですよね。そうですね。はい。した方が楽かもしれないです。上にやってると反ってる感じなので、お腹側の方にっていうか、あ、それ反らしてます。ベッドに乗せて胸の上あたりで組んでみてください。そう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 。今は痛い。
すごい痛いっす。すごい痛かった。痛いし痛いし。はい。キハハはい、そうそう。はい、楽にして。いった。吸って、吐いて。はいはい、大丈夫ですよ。吸って。吐いて。いったいし、はい、楽にして楽にして、はい、はい、吐いて、はい、はい、吐いて、はい、じゃあ両膝立ててください。はい、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 あんまり足を開かないでください。はい、はい、胸の上あたりで、はい、はい、楽にして、はあ、はあ、吸って、吐いて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 。吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて、やっぱりですね、吸って吐いて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 、はい、そしたら今度はちょっと脇をひねって、はい、失礼しますね。はい、はい、で、こっちの手開きちゃいます。両方開いて、はい、あ、伸びてる感じします。はい、はい、伸びてますか。はいはい、伸びてます。はい、はい、じゃあ反対にしますね。はい、はい、します。うわ、すごい伸びてるっすね。こっちの方がきつい感じですかね。そうです、そうです、こっちの方が伸びますね。こっちの方がきつい感じします。はい、はい、じゃあこっちの方がやっぱ硬いですね。はい、さっきここ痛かったですもんね。こっち側の方がこの押さえるの痛かったですよね。はい、はい、そんな今痛くはないですね。痛くなくなってきました。伸びてる感じ、はい、伸びてる感じがしますね。はい、はい、それでも痛くない。まあ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 、さっきより痛くないですね。そうですね、はい、柔らかくなってきましたね。ここ痛いですね。痛い痛いいいね。はい、じゃあ肩叩きしますね。はい、いきます。
気持ちいいですね。はい、ほぐれました。この辺さっき痛かったですけど、はい、若干痛いけど、はい、そんなもう痛くない、はい、相当、はい、うん、ちょっと足上げてみたりですとか、はい、はい、体動かしてみてどうですか。あー、なんか、はい、すっきりした感じがあります。はい、なんだろう、すごい、なんか、なんだろうな、寝不足とかもあるんですけど、はい、もう気持ちよくて、はい、そのまま寝ちゃってましたね。そうですね、うん、でもなんかすっきりした、ほんとさっぱりしたというか、はい、なんかこう リセットされた感じがあるんですね、この疲れが、はい、腰どうですか。腰は、はい、うん、楽になりました。楽になりました。はい、はい、よかったです、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。